こんにちは、とハッピーです。今回は雑談です。夏ぐらいから大掃除を始めてるんですけれども、お家の中とかあとは倉庫を片付けてるんですけれども、これまた一向に進まないんですよね。休日の合間とかちょっとした暇を見つけてはやってるんですけれども、どうしても動画を投稿しつつ片付けっていうのが考えてた以上に大変だったんですね。完全に封印する前に一回記録残しでもしようかなと思って乗っけた感じなんですけれども、本当に積み玩具がもう山ほどあるんですね。ゴーバスターだったらバスターヘラクレス、たてがみライオンなんかはまだ開けてないですし、なんだろう、発売した時に買って満足っていうのが非常にでかいんですよ。所持してるっていうだけで満足しちゃう感があるんですね。そんな時に後から探すのがものすごく大変だったりするので、暇を見つけては遊ぼうかなと思いつつ溜まっていくわけです。恐竜じゃだったらプレズオ、ブラギガスまだ開けてないですし、あ、ガイムだったらこのバナスピアとかブドウ流砲とか。ちょうど投稿開始したのが今年の3月の勝どき6シードあたりからなので、あの辺からは開けて遊んでついでに投稿っていうことをやってたんですけれども、まだ投稿っていうこと自体で勝手が全然分かってなかったので、本当に積み玩具が多いんですよね。お部屋のディスプレイとかも綺麗に片付けて並び替えたいんですけれども、ちょっと休日返上だったりすることが多いのでなかなか難しくはなってきたんですね。片付けたい、倉庫にしまわなきゃ、でも倉庫がもうひどいことになってるので、こちらのガブリカリバーも開けてないですね。だからまず倉庫を片付けるところから始めなければならないんですよね。店舗で買ったり通販で買ったり、まあいろいろなんですけれども、通販で買ったのは開けてないで放置っていうのが意外に多かったりしてます。フィギュアなんかにしてみても、装着変身の時代でかなり痛い思いをしたので、フィギュアーツは本当に気に入ったやつしか買ってない感じなんですよ。まあそれも買って満足なやつが結構多いので、開けてなくてただ外から見て満足っていうのが意外に多いですね。フィギュアーツの前はもう装着変身で本当フルコンプしちゃうんじゃないかっていうぐらいの勢いで買ってたんで、しかも増えるごとに飾る場所がないっていうね、辛さがあったので、フィギュアーツは本当に控えめにしてます。ガイムは欲しかったんですけどね、あれらも買っちゃうと結局4人じゃ済まなくなっちゃいますからね。だからフィギュアーツはどうしても見たいときは店頭のショーケースとか他の方がアップしてる動画を見て満足するようにはしてます。そしてちょっとね、忍んでみたいという気分で引っ張り出してきました。真っ暗な倉庫で保管してるんですけども、やっぱり劣化には耐えられないでちょっと変色しちゃってましたね。こちらは無傷でした。そしてまさかの手裏剣の軸が折れてる天空軸、すごくショックです。まあ一応こういう時を想定して中古屋さんとか覗いた時に安く転がってたらスペアは買ってるので、まあ事なきを得るわけですけれども、そういうのがないと本当悲惨ですね。この子とかもおいおいは動画にしてアップしていきたいなとは思ってるんですけれども、古い作品のものはもうまとめてドカッと取りためて編集したいなっていうのがありますので、まずはお片付け終えてからって、そこからですね。一応天雷のセットはありましたね。天空人の手裏剣ポロリが地味に痛いんですよね。なりきり系のアイテムは単発で取ってもいいんですけれども、ロボ系っていうのはいろんなバリエーションがあるので、どうせならそれらも一緒にまとめたいなっていうのは正直ありますね。ただ久々にいじくってみると遊び方すっかり忘れてたりしますので、もう一回説明書をよく読んでからですね。でもやっぱり手に取ってるだけで懐かしさっていうのは非常に出てきますね。超合金は割と一体一体がそんなに大きくなかったりするんですけども、特に最近のものはもう大型のものが非常に増えてきたので、飾るスペースもまず確保しなければならないし、保管スペースも非常に重要なんですよね。特にゴーンはすごくお気に入りの作品だったので、各ロボ1体 G6、G9、G12 全携帯で飾りたいなと思って揃えてるんですけども、やっぱり飾る場所っていうのがなくて、どうしようか悩んでるうちに時間が経ってしまってるっていう感じですね。当然片付けてるといろんなものが出てくるわけで、例えばこちら知ってる方いるかな、ドキドキ学園っていう当時ビックリマンが流行ってた時に一緒に出てたもんなんですけれども、本家のビックリマンも好きだったんですが、こっちの方も非常に好きだったんですよ。この天空人っていうのがすごく嬉しくて、その嬉しさからずっと保管してたんですね。どっかにあっぱれ大将軍とか
ラーメンバー張間王なんかあった気がします。片付けが進まない理由約 50% っていうのが途中でサボってしまうことなんですよね。こういうカタログとか出てくるとついつい見ちゃって浸っちゃうんですよ。メガレンはちょっと前に投資で見たんですけれども、やっぱり高校生戦隊ということで学校生活とかもありましたし、なんといっても印象深いのはネジレンジャーですよね。そしてカブタック、これはもう全くと言っていいほど見なかったんですけども、あ、こんなのいたな程度ですね。ウルトラマンゼアスも流し見してた程度でストーリーは全然わからないです。そして真ん中のページは、あ、こちらウルトラマンティガ、うお懐かしいってわけではなくて、あ、こんなのいたな程度の認識です。銀河とかも見たんですけども、なんか違うなっていうのがあるんですよね。そして FF7、 そしてライディーン、このゴッドライディーンなんかももうすごく欲しくてしょうがなかったもんですね。そして超合金のリョウさん、当時これが発表された時は誰が買うんだよとか思ってましたね。そして抜かしちゃったページには懐かしいです。時代を感じるものがいっぱい載ってましたね。いや、もう本当に片付け集中的にやればそんなかかんないと思うんですけども、寄り道しちゃうことがもう多々あるし、寄り道しちゃったら限られた休日の時間があっという間に終わってしまうので進んでないのが現状ですね。はい、そしてデジタンク発掘してきました。いましたね。そしてこの子ゴッドアイディーもいました。一体バンダイにいくらお布施してんだろうって考えるのがもう非常に怖いです。そして掃除してたらやっぱりあちこちからちらほら出てくるのがアドベントカード。これなんだかんだである程度は揃っちゃうんじゃないですかね。今でも足りないのは中古屋さんとか見てあったら買っちゃう感じなので、いつかはドラグバイザーで全音声とか鳴らしたいなと思ってます。まあ、集めきらなかったら自作カードかなんかですね。そしてこいつも出てきましたね。いや懐かしい。カブトのはそうでもなかったんですけど、こいつだけ妙にツボったんですよ。でガタックもどっかで埋もれてるはずです。まあ懐かしいものがどんどん出てくるんで片付けは全然進まなかったりしますね。相当ホコリかぶってたけどベノも出てきましたね。まだ生きてます、よかった。本なんかもまとめて倉庫でしまってるので、やっぱり気になるのが出ちゃうと本当にパラパラ見ちゃって時間が止まっちゃいますね。まあ、このイラスト集なんかもすごく好きだったんで、あ、そう、パラキャットがすごく好きだったのでつい見に来てしまったりしてますね。というわけで当面は最新の戦隊ライダーの玩具とか気になったもの、あとその他中国玩具中心にアップしていこうかなと思ってますので、旧作品の戦隊ライダーその他玩具はしばらく先になりますので、ぜひお付き合いいただければなと思います。まあ、ある意味中国玩具の方が新鮮味があるのかなっていう気はしますね。その他にもプリキュア玩具もかなり溜め込んでたりするので、これらもそのうちアップできたらなと思います。以上トイハピーでした。ご視聴ありがとうございます。